どうも、まさとです。今回は自由民権運動の始まりについて解説をしていきますね。1871年に岩倉使節団というのが結成されて欧米の視察に行くわけですね。この岩倉使節団の中に入った人物、どんな人がいたかというと、大久保利通とか、木戸孝允とか岩倉朋美とかっていう人物ですね。この人たちはもう日本のトップ、エース級の人物だったわけですよ。こういう人たちが日本の政府を離れて欧米視察に行ってしまうわけですね。じゃあ日本の政治、日本の政府は誰が守っているかというと、西郷隆盛とか板垣退助といった人物だったんですよ。岩倉使節団が欧米に渡っている間に、日本の留守政府の中で政官論っていうのが盛り上がっていくんですよね。朝鮮を攻め込んでしまおうというような意見だったわけですよ。これが盛り上がっていて、準備を着々と進めていきます。この準備を進めている間に岩倉使節団の人たちが帰ってくるわけですね。で、留守政府の人たちが朝鮮に攻め込みましょうとかって言うわけですけど、いやいやふざけるな。日本は欧米に追いつかなきゃいけないわけだから、そんな戦争なんてやっている場合ではないと。戦争にお金を使ってないで、国内の充実にお金を使うべきではないかみたいな感じになっていって、この政官論却下されてしまうわけですね。きちんと話し合った上で却下されるんだったらまだしも、結構一方的に却下されてしまったわけですよね。だから西郷隆盛や板垣退助は、あ、こんなのやってらんねえ、俺たちだって頑張ってんのに、みたいな感じでブチ切れてしまって、政府を辞めていってしまうわけですね。板垣退助や西郷隆盛のような政府を動かしているような主要人物が大量に辞めていくという事件が発生したわけです。これが明治6年の政変というものでしたね。それでこの明治6年の政変で政府を辞めていった人たちが政府を変えようみたいな動きを起こしていくことになるわけですよ。そして西郷隆盛は武力で明治政府を変えようとしましたね。西南戦争というのを起こしていきました。まあ結局のところ西郷隆盛これ失敗してしまうわけですけどね。で、板垣退助は板垣退助で別の行動をとっていたわけですね。自分たちの意見が却下されちゃうんだったら、自分たちの意見がちゃんと言えるような場所、通るような場所というのを作ったらどうか、そうだ、国会を作ろうみたいな動きを起こしていくわけですね。この国会を作っていこうっていう運動のことを自由民権運動というわけですよ。で、今回はこの板垣退助の自由民権運動というのに着目をして、どういうふうに自由民権運動が始まっていったのかっていうのを解説していきますね。まず板垣退助は国会を作っていくために国会作ろうぜグループを作っていくわけですね。これがなんていう名前かって言ったら愛国公党、愛国公党っていうんですね。まあ板垣退助が作ったっていうのは言うまでもないんですけど、一緒に作った人物がいるんですよ。それが後藤象二郎、後藤象二郎だということですね。この後藤象二郎も明治6年の政変で政府を辞めていった人物なんですよ。それで板垣退助と後藤象二郎って盟友なんですよね。非常に仲が良くて、幕末の頃からずっと一緒に明治政府を作るために奮闘してきた間柄なんですよね。で、まあこの二人が愛国公党というのを作っていて、国会を作ってくれよっていうね、意見書を提出していくんですね、国にね。はい、この意見書のことを何て言うかって言ったら、民選議員設立憲白書、民選議員設立憲白書って言うんですね。これめちゃくちゃ長いですよね。覚えられない人はブツブツ言って、しっかりと覚えてください。ブツブツ言いまくると覚えられますからね。で、ちなみに言っておくと、これ意味しっかりと捉えておいた方が頭の中に入りますから、しっかり言葉の意味理解しておいてください。まず民選っていうのはこれ選挙っていうことですよね。選挙をして国会議員選んでいきましょうと。身分が高い人が国会議員やるんじゃなくて、選挙で国会議員というのは選ばれるべきだと。そしてこの議っていうのは話し合いっていう意味があるんですよね。そして院っていうのは場所っていう意味があるんですよ。例えば院がつく言葉を思い浮かべてみましょう。例えば髪の毛切るところのことを美容院って言いますよね。具合が悪くなった人が行く場所のことを病院とかって言いますよね。勉強する場所のことを学院とかっていうふうに言いますよね。つまり院というのは場所という意味があるんですよ。つまりこの民選議員設立憲白書っていうのは、選挙で選ばれた国会議員が話し合いをする場所をちゃんと作ってくれっていう意見書のことを民選議員設立憲白書というふうに言うわけですね。これを明治政府のサインというところに提出するわけです。簡単に言うとサインっていうのは法律を管理しているところのことを言うんですけど、ここに民選議員設立憲白書を提出していくということなんですよね。だけどね、この愛国公党すぐにね、自然消滅しちゃうんですよ。板垣退助、後藤象二郎も愛国公党に入っていたわけですけど、江藤新平も愛国公党に入っていたんですね。で、前回の動画でもお話をしたんですが、江藤新平って明治政府に武力で反乱を起こしましたよね。佐賀の乱っていうのを起こしているわけなんですけど、佐賀の乱を起こすために愛
国高等を一回抜けているんですよね。まあこんな感じで途中で主要な人物が抜けてしまったので、この愛国高等っていうのは自然消滅をしてしまうわけなんですよ。だけど板垣退助はこれくらいではめげないんですよね。日本全国を回っていて、次々と自由民権運動を起こしていくためのグループというのを作っていくわけですね。そして自分の故郷である高知県で自由民権運動をやるためのグループを作っていくんですよ。これがなんていうかって言ったら立志社、立志社というわけですね。そして全国にパラパラとね、自由民権運動を行っていくためのグループが出来上がっていったので、これを取りまとめたいということで、取りまとめるための愛国社というのを大阪の方に作っていくわけですよ。自由民権運動をやるためのグループがパラパラ出来上がっていって、それを取りまとめるために愛国社というのは出来上がっていきました。で、この板垣退助の運動に着目したのが新聞社だったわけですね。いや、板垣退助は何やら面白いことをしていると、国民がリーダーとなって国を動かしていくための場所を作ろうとしていると、これは素晴らしいみたいな感じで新聞社とかが報道をするわけですね。この時の日本国民って明治政府にめちゃくちゃ不満持っているんですよね。この報道を見た時に、うわ、板垣退助やってることマジすげえな、俺たちも参加しようみたいな感じで、この自由民権運動がどんどん盛り上がっていくわけですよ。だんだん無視できなくなってきてしまったんです。いや、この運動ちょっとまずいなと、ここで一発叩き潰しておく必要があるとかっていう風に明治政府の中心人物である大久保利通は思うわけですね。それで板垣退助を明治新政府の大久保利通が呼び出すわけですね。ちょっと板垣くん、国会を作るための運動に私も興味があるから話を聞かせてくれないかみたいな感じで、板垣退助と大久保利通が話し合うということなんですね。この会議のことをなんて言うかって言ったら大阪会議、大阪会議って言うんですよ。それでこの大阪会議で話し合った結果、大久保が折れるわけですね。わかった、板垣くんがそこまで言うんだったら国会をぜひ作ろうじゃないか、国会を作っていくための準備をするよとかっていう風に約束をしてくれたんですね。でこの後国会作っていきますよっていう宣言を天皇に発表してもらうわけです。それを全治立憲政体樹立の御事乗りって言うんですよね。それにしてもやっぱり板垣くんは頭が切れるね。これから国会を作っていこうっていう風に考えているんだけど、やっぱりね、国会を作っていくには君の力が必要なんだよ。参議のポストを上げてあるし、君のために用意してあるから、また再び明治政府の一員としてやっていってくれないかいみたいな感じで言うわけですよ。それで板垣はこういうようなね、雰囲気だったらもしかしたらね、国会をすぐ作れるかもしれない、よし再び明治政府の一員として私も頑張りましょうとかっていう風に言って、板垣退助は明治新政府の参議にこの後就任することになっていくわけですね。それで国会を作っていくにあたって、国の仕組みをね、徹底的に整えていかなければいけないわけですね。作らなければいけないものっていうのがたくさんあるので、国会を作るための準備として、こういったものを作っていくんですね。まずは元老院、元老院というものを作っていきます。新しい法律を作るときに、政治家が自分勝手に法律作っちゃったら、これまずいじゃないですか。そういうのははっきり言って話にならんということで、ちゃんと法律を作っていくときには、この元老院に話し合いましょうということで、法律を作るときに相談する場所である元老院っていうのを設置していくわけですよね。そして最高裁判所っていうのも存在していなかったので、最高裁判所にあたるものを作っていくわけですね。これが大審院、大審院というものなんですよ。これまで裁判というのは誰がやっていたかって言ったら、政治をやる明治政府が裁判を行っていたんですよね。政治をやる人と裁判する人って、これ一緒になるとはっきり言ってまずいわけですよ。明治政府が裁判やる状態だと、気に食わない人たちを次々と捕まえていって、次々と死刑宣告していく可能性があるわけですよね。なので政治をやる人と裁判やる人が一緒になってると、はっきり言ってろくなことがないから、政治をやる人と裁判をやる場所をしっかりと分けていきましょうということになっていったわけですよね。そしてこれ裁判やるところのことをなんていうかって言ったら大審院と言いますよっていうことなんですよ。こういうものを設置していくわけです。そして今度はですね、地方の住民の意見を吸い上げるための場所を作っていくわけですね。これが何かって言ったら地方官議会、地方官議会っていうわけですよ。それでこの地方官議会っていうのは、今風に言うと地方議会みたいなものですよね。例えば東京都だったら、東京都をどういう風に良くしていくかっていう感じで、東京都の小池知事とかが集まって東京都の議員さんと話し合ったりする場所があるわけですよね。これの明治時代バージョンが地方官議会というわけですよ。こういったものを次々と作っていくわけですね。ちなみに全治立憲政体樹立の御事乗り出されましたけど、この全治ってどういう意味かって言ったら、いつかっていう意味なんですよ。国会を作るっていう風に約束したものの、いつ作るかっていうのはちゃんと約束してなかったんですね。
大久保利通は実はね、本気で国会を作る気がなかったわけですよ。すぐに作ろうとしなかったし、行動しなかったわけですね。それで愛国者の人がね、だんだんイライラしてくるわけですよ。大久保利通、明治政府は国会作るっていう風に約束したけど、結局全然行動しないし、絶対動かさないじゃないか、あいつらやる気ねえなみたいな感じで愛国者の人たちが切れ始めるわけですよね。だけどこの時にはですね、すでに愛国者の人たちは明治政府のことを強く非難することができなくなってしまっていたんですよ。なぜかというと、板垣退助が明治政府の参議に就任してしまっていたからなんですよね。自分たちのリーダーが明治政府の参議になってしまった、明治政府のポストについてしまったっていうことは、明治政府批判すると板垣退助を批判することにもなってしまうわけですね。なのでうかつに非難することができなくなっていたんですよ。実はこれが大久保利通の最大の狙いだったんですよね。板垣退助が優秀だから参議の職を与えたのではなくって、板垣が参議というポストについてしまえば、自由民権運動を起こしている人たちは明治政府のことを批判することができなくなるとかっていう風に考えて、板垣退助に参議の職を任せたということなんですよ。板垣封じ、自由民権運動封じのために取ったということなんですよね。まあ簡単に言うと、板垣退助は騙されたわけです。もうちょっと言うと、例えて言うなら、これ相手を油断させていきなり攻撃するようなものですよね。分かった分かった、お前の言い分分かったよ、これから仲良くしよう、ちょっと仲直りしないとかっていう風に言いながら歩み寄る姿勢を見せていきなり攻撃するみたいなね、そんなような感じですよね。それで自由民権運動を徹底的に叩き潰していくためにガンガン弾圧を行っていくということなんですね。でこれですね、三謀率っていう法律を作っていくわけですよ。このね、三謀率、三っていう字がね、めちゃくちゃ難しいですね。はい、でっかく書いていくとね、こういう字ですよね。まあ日本史の中でね、一番画数が多い漢字とかっていう風に言われているんですけど、まあ弾圧していくためにね、三謀率っていう法律を作っていくわけですね。でこのね、三謀率っていうのは何かって言ったら、明治政府を反対したやつは投獄していくからねっていうルールなんですよ。これ恐ろしいルールですよね。明治政府のことを批判したらね、捕まってしまうね、なんと恐ろしい法律だっていう感じなんですけど、こういうものをね、作っていくわけなんですよ。でさらにですね、自由民権運動を盛り上げさせた元凶って何かって言ったら、まあ板垣退助っていうのもあるんですよ。それだけじゃなくって、やっぱりね、新聞社なんですよ。新聞社が板垣退助の運動を取り扱って日本全国に報道してしまったから、自由民権運動が盛り上がっていってしまったわけですね。なので新聞社はしっかり取り締まらねばならんということで、新聞紙条例というのを作っていくわけですね。これね、どういう法律かって言ったら、明治政府の批判をかけなくしていくためにこの新聞紙条例っていうのを作っていくわけですよ。例えば記事を書きますよね。記事を書いたら記者の名前と書いた人の住所を記載しなければいけないっていうのを新聞紙条例で定めていったんですよ。いや、恐ろしい話ですよね。明治政府の批判をしたら、家にもしかしたら警察官が来る可能性があるわけですよ。だから新聞社の人たちはうかつに明治政府のことを批判することができなくなっていってしまったんですね。それに加えて、新聞とか雑誌とかは明治政府の許可がないと発刊できないようにしていったんですよ。これが新聞紙条例だったんですね。もう完全なる弾圧ですね、やってることはね。それでこの後、新聞記者とかの逮捕者が続出していくわけですよ。思ったことを書くことができなくって、廃刊に追い込まれている新聞社も続出したんですね。この新聞紙条例というのは新聞撲滅法っていう風に言われるくらいの威力を発揮したわけです。はい、でこんなような感じで明治政府は自由民権運動マジでやばいなっていう風に感じて、自由民権運動を徹底的に弾圧していくという方向に乗り出していくんですね。あっきり言って、三法律とか新聞紙条例ってこれ独裁者がやることですよね。このまんまでは日本は悪い方向に向かっていってしまう。明治政府のやりたい放題になっていってしまうから、そうはさせてはならない、絶対に国会は作っていくんだっていう動きが、明治政府の弾圧がありながらもずっと続いていくことになるんですね。自由民権運動を起こした自由民権派の人たちと明治政府の戦いはまだまだこの後も続いていくっていうことなんですね。今回の解説は以上です。ではまた。 Check it out.